はい、ってことでね、寄ってきました。正式名がね、マックスバリュー若松店でしたね。イオンのね、マックスバリューさんなんですけども、昔ながらのマックスバリュー。ここはなんだ、あ、これでしたっけ、昔。ね、そう、ちょっとこの辺りのね、マックスバリューはね、いろいろとね、面白い事情がございましてですね。なんですけどね、まあ、せっかく寄ったんでね、たこ焼きが売っとったんで、スーパーとかでね、たこ焼き買うとね、安いですよね。そう、せっかくね、ちょっとたこ焼きをつまみながらね、雑談というかね、あ、なるほどなと思ったのが、まあ、ここ、いわゆる超小型店ですよ。昔ながらのね、小型店でね、最近でもね、この小型店っていうのがね、またね、注目を集めてるんですよね。一時期ずっとスーパーって、大型か大型かっていうのが、マススケールを使ってっていうのがずっとね、流行って、ね、小さい店はダメだ、よりでかい証券を持って、ね、もう、いわゆる車の駐車場を大量に取って、ね、できるだけ高価で、特にイオンなんてそうですよ。その典型例がイオンですよね。駅前の店舗、四日市なんかでもね、駅の中の商店街になった、ね、お店を潰して、帯茶を作って、北茶を作って、北茶っていう。トミジャか。トミジャというか、ジャスコって言わんか、そもそもね。ごめんなさいね。イオン作って、ね、小物にもでかいビッグありますよね。とかね。っていう感じで、郊外型の大型駐車場を持った、東院のイオンがね、最たる例ですよね。作るっていうのがあれだったんですけど、いや、改めてですね、こういった小型店舗の生かし方があるんじゃないかっていうんでね。まあ、その中の一つがね、例えば、実はそれで今成功したのが金生さんですよね。金生さん、フェルナって言って、ね、トヨタとか中心に、すごい小型店舗ですよ、あそこなんかね。多数店舗をね、展開することによってね、こう、うまいことやってるわけです。で、それの原動力になってる人とか、これなんですよね、今これ、いいかな、あんまり住所とか出さんもいいからね、これはなんかもうね、実はね、もう今お店で作ってないんですよね。昔はね、全部ね、こういったデリカとか、特にフライものなんていうのもね、お店で作ってなんぼってね、揚げたてのやつを並べる店で作って、ね、店員さんが揚げて、それぞれのお店で出すのがなんぼだったんですけどね、今はですね、こういった店舗も、要はそういうのを全部集中管理することによって安くした方がいいんちゃうかってね。いうのがあって、今、一時期その弁当とかね、フライ物じゃない惣菜はね、結構少し前からあったんですけどね、最近は実は今、フライ物も、売っとるね、唐揚げとかも全部ね、セントラルにやってましたね。金瀬は早いうちからやってたんですよね。まあ、それこそ私がおった時にはもう、セントラル化がすごい進んどって。で、金瀬は本当極端に、セントラル化に振っとって、この東海地方では多分唯一じゃないですか、デリカと精肉、これは多いですよ。デリカもやっぱ小型店舗の、ね、やつでやるの で精肉も、結構今は逆にもうセントラルの方のが多いんじゃないですか。三種も精肉はだいぶ、セントラルに切り替えてるのありますよね。あと水産ね、いわゆる、水産館で、お魚とかも。で、それこそ切り身とかも全部セントラルで加工するって。まあね、金瀬は結構本当に最初からセントラル加工のね、工場を作ってですね、全店セントラルでやっちゃうっていうね、ことをやったりしとったんですけど、魚はでもやっぱしまだ、店頭で切ってやる方のがやっぱ鮮度が、その鮮度の差は、肉ほどよりはやはり大きいんで、こっちの方が有効やっていうので、三種なんかは、かなりセントラルじゃなくて、店頭でのやつにもしっかりこだわってますよね。トヨタだとエプロンさんとかね、エプロンさんなんかはすごく丸魚をずらーっと並べてね、やったりしますからね。そう、っていうのであるんですけど、で金瀬がすごかったのは農産ですね。農産とか金瀬とかで成果とかって言ったりしましたけど、成果農産ですね。もう実はセントラル工場持っとって、カットのかぼちゃとかは全部ね、セントラル工場で、切ったのを持ってくるとかっていうね、こととかで、ね、やってたわけですよ。農産までやってる、全部やっちゃうところっていうのはなかなかないんですよね。で、そんな中で今確実に増えてきてるのがデリカなんですよね。で、水産もここはね、ちなみにこの小型店はもう水産も全部、やってますね。水産も、畜産も、水産、畜産、農産はわかりませんけどね。あ、でもカットネギとか全部、やっぱもう、まあ、そのあたりは既製品のね、あやつが入ってきますんで、トップバリューだとか。いや、早速いただきましょう。ね。ですから、デリカだと、結局、やっぱ、熱々のは出ないですよね。
で、まあ私で猫舌なんでね、わざわざレンジでチンしないですけど、うん、うん、いや昔はデリカはダメだよって言われてたんですよ、うん、だけど冷静に考えてみたら、あのデリカの商品をじゃあ買ってね、うん、揚げたてをじゃあ買ったとしてですよ、それを家に持って帰って夕飯の支度して、そこのおかずとして並んで夜に食べるわけですよね、うん、あのまあ家族があるところ私一人なんでね、その場でちょっと食べちゃいますけど、うん、ってなるとですよ、うん、結局その場で揚げたてでも食卓に並んで、食べ上がる時には数時間経ってるわけですよ。だしたら結局ね、数時間、2時間経ったコロッケと4時間経ったコロッケでそんなに変わらんわけですよ。うん。で、揚げてから10分以内のコロッケと1時間以内の、1時間以上経ったコロッケは違いますよ。っていうことですよ。ってことなんで、うん。その分、やっぱセントラル作って、やったら、例えばこういったところですが、そのセントラル、お店で作ろうと思ったら、やっぱ主催さんとかがいるわけですよ。一人がそれだけいるわけです。それをですね、変な話、このね、例えばちっちゃい店舗やったら3店舗分までは1人で賄えるぞってぐらい作れるのに、そこ3店舗それぞれにやっぱ人を置かないといけないわけですよね、うん、その分を、セントラルでまとめることによって、ね、人件費とか効率よくするっていうね、そっちの方が結局最終的に安上がりになるっていうね、うん、その分価格に競争に反映できるっていうんでね、うん、で変わってきたわけですよね、うん、まあそれだけあの輸送のね、あの技術が発達したってことでしょうけど、うん、っていうので、でも多分それがなかったら多分この店舗もね維持ができてないと思いますよ、うん、ここに普通に水産と農産とね、水産畜産はね、社員1人まとめるとしてもですね、例えば正社員を5人配置とかになったらですね、多分全然無理なんだと思います、うん、分かりませんけどね、フェルナさんとかでしたら、ね、下手すりゃ多分2店舗で1人社員とかじゃないんですか、1店舗2人社員とか置いとるかな、わかりませんよ。私、さすがに今の中の人事のことまではわかりませんからね。なんですけど、多分、あの、フェルナね、トヨタのフェルナの規模やったら、下手すりゃ社員さん一人、店長も兼任店長で、それこそ2店舗、近くの店舗と2店舗で、社員さん一人とか、うん、2人とかでやっとるかもしれません。ですけど、例えばこれをですね、セントラルの格好でね、そうすればパーッと並べるだけですからね、並べるね、バイトの人がね、ちょろっとおったらね、できちゃうわけなんですよ。うん。だからこれを店頭でね、切ってどうのこうのしてね、加工して、しかもそれをですね、食品衛生で責任者としてね、大量にしないといけない人がいるってなるとね、例えば三枝さんね、うん、まあ、店の規模が違いますけど、多分、今、どうです？わかりやすいところで言ったら、金星の日永の金星と、火曜の三子ね、あるじゃないですか。例えば、多分、火曜の三子だったら、正社員の人数が、多分、4、5、3ぐらいおるやろ ?4、5、3で、9の12の2倍担当1にしても13で、グロサリーで4、14、副店長入れて15、16人ぐらいはいるんじゃないですか。それがね、多分ね、ひらがの金星だったら正社員の数です。正社員の数は、多分、1、2、3、4、あそこはデリカは直営やから4か。デリカに2人で取ったとしても5。で、多分、そのあたりの、で、日配か、日配の人が副店長とか金で6、7とか、半分ぐらいで収まってるはずなんですよ。まぁ、ちょっと多めに見積もってですよ。やっぱ各店舗で、あの大型店舗でそれぐらい社員の数が変わってくると、その分やっぱし、うん、
値段が下げれるわけですよね。まあ、それを、今の計算でいくと、例えば、多分ね、産師さんはね、水産にね、それこそ4人とか5人とか正社員さんいるはずなんですよ。特に海洋の店は繁盛店なんで、で対して多分、金末は、多分ね、水産と畜産で合わせて1人か2人とかいますよ。で、あれですよ、だから、産師の場合はそれで肉もでもまだ切ってますからね、海洋の店は。切っとることを考えると多分3人はいると思うんですよね。3、4人はいると思うんですよ。うん。そうしたら合わせて、合わせて7から8でしょ？合わせて7から8に対して、金瀬の場合は1から2で済ませちゃうっていうね、同じ規模ですよね。店の大きさで言ったら、長野の店もでかいですから。っていうところとかで、いろんな差別化が図られとるっていうね。うん。まあでもね、やっぱりその目の前に来てくれる方がいいね、それによってその分の鮮度いい方のがとかってね、いう意見もあります。まあそれはもうもちろん消費者様の選択の自由です。ね、私たちも好きな方ね、行けばいいわけですから。うん。ね、っていうのでね、でもこういったね、それこそセンタルのね、活用がなければこういった小型で、ね、今日来とる若松のね、お店なんかは、難しいんやから、まあそういった活用の仕方もあるんだなっていう。雑談でした。ひとまずこれで動画してみると思いますね。ご視聴ありがとうございました。